まで、でも一周遠出前して、ええ、一周デモがあって、はい、でそれはね1時くらいからデモあったと思う。ちょっと正確じゃないかもしれない、はい、それでね3時からここに集まれいう形で一応公表は1700で、はい、経産省周りを包囲したんですよ。ああ、はい、で11日にまあ、2回包囲したんですけど、2回目の後に、まあ、テントをね、それちょっと用意しといて、はい、まだ人がいる間に、はい、警察は40人ぐらいいたんですけど、ね、一応、まあ、5、60人ここへ1人動員はい、でまあ作る人は6人で最初から決めてて、バッと立てちゃって、一応5時から正当なんだってこと言ってたら、お前の言ってることを紙にして持ってこいって言われたんで、一応持ってきたんで、その、まあ、内上さんとか11日から10日間、上関の原発反対の若者が4人、はい、それからこのテントの前で、はい、法政と早稲田と岡山の女性が3人ハンスト入ったんですよ。ああ、はい、入りましたね、はい、でまあそれに合わせて、はい、ここをまあ一応テント立てて、あ、まあ、別々なんですけど一応連帯してやりましょうと。あ、こっちは、はい、ハンストじゃなくて座り込みね、向こうというかその若者はハンスト入ったんですよ。あ、でハンストには10人から20人のサポーターがついてて、10日間朝10時から夕方5時まではあそこに搬送しながら座り込んで、はいはい、でまあ5時になったら帰るんですけど、完全にもう顔がまあそこまでいかなかったけど、ここの子は3日間でこけまくったね。あ、でこちらのテントでやった搬送は3日で終わったんですよ。向こうの若者の4人は10日間ちゃんとぶっ通してやりました。ああ、そうなんですか、はい、それで
19日の日に一応まあドクター体制がないんで、はい、ここでちょっと用意して健康診断してもらって、はい、まあ、あと2日間頑張ろうやと、はあはあ、いうことで、まあ、若者は21日に終わったんですけど、一応1時に21日終わる言った時台風来たからなんです、うん、それで若干早く終わったんじゃないかな、2時間ぐらい。ああそうなんですか、うん、で、まあ1時にこっちはもう一旦台風来たんでテントを上をシートを剥がして、骨組みだけにして、はい、でまた数時間後に台風が去ったらまあ立て直した。ああ大変でしたね、それからまあずっと1日12、3人かな、今日みたいにもう30人超えてますからね、あのなんだけど、でまあ10人から20人でずっと座り込んで、はい、で寝るのは7、8人最初はまあ10人ぐらいね、はい、特に 9.11 で12人パクられて、はい、で6人が凍りついて、その人らは釈放した23日だったかな、はい、にあのここで挨拶来て、まあパーティーみたいなのやったんですよ。ああそうです。そしたら9月の22日に解散だったね。で23日またデモがあったんですよ。これは、新宿で一周デモみたいなのね、でそれでいつもアルタ前や東電前でやってるソロ君っていうリーダーがパクられたんで。ああはいはい、知ってます。それでまあここから検察庁とか裁判所に送られてるのを、ここからまあみんな激励行動でね、はい、20、30人で毎日激励行動で、そうするとあの9月の11日ぐらいからこちらにいらっしゃるということですね、はいはい、それでそのまあ園君が釈放されてからはまあ静かに静かにってこともないですよね、で25日だったかな、はい、福島 の, あの泊まり原発反対してる女性が4人、ニューヨークの人権センターなのか人権なんとかなのかちょっと正確じゃないですけど、はい、訴えに行って、はい、で野田とも勝ち合ったらしいですけどね、ニューヨークで、うん、でそれが帰ってきて、その方が帰ってきて成田からここに直行して記者会見やったんですよ、この前で、ね、はい、で記者会見やった後ちょっと打ち合わせしてたらね、はい、まあ福島の人は本当はね県がもう悪いから、はい、あの県庁前で座り込みしたいんだと、ただその弾みをつけるためにもね、福島から、はい、まあ100人ぐらいでね、はい、ここで座り込みたいと、はい、で10月の初めぐらいかな、福島でそういう会合をやって、はい、27、28、29と3日間、あの経産省前のテントの前でね、はい、座り込もうと、はい、いうことを全国に発信したんですよね。あの福島の女たち、原発いらない福島の女たちというグループを結成してですね、はい、中心は子どもたちから放射能を、あ、放射能から子どもたちを守るネットワーク福島っていうさ、あ、はい、そのまあ、4月にできたあの中手さん、中手さんとか、はい、佐藤幸子さんとか、そういう人らなんですけど、はい、それはまあ福島の女たちということで、郡山の人やら、はい、いわきの人も来てましたね、一応福島県、福島、郡山、いわき、一応郡山と福島が多かった。あ、そうですか。でそれからまあこちらも一度二度こちらに来てもらって、はい、相談して、はい、で僕らテント広場としては一応名称はね、あの原発反対、あ、経産省前、はい、あの空欄でテント共同広場というのがここの正式名称なんですけど、そことしてはその女性たちが27日に3日間来るんでね、はい、やっぱり泊まりはテントではできないけども、はい、着替えたり準備したり、はい、あのデコレーションね、はい、あの作る指でもう一つテントがあればと思って、10月の25日にもう一つ張ったんですよ、はい、テント。あ、なるほど。最初はこれ一つだったんですよ、はい、それが同じ大きさの今横にあるでしょ、あ、あれ、あ、横にあるやつですね。で一応今は女性用というふうにしてあるんですけど、ね、あ、そうなんですか。で
一応福島から65人から80人ぐらい毎日、はい、3日間、はい、延べだから200人ぐらいですね、はい、で関東全国から800人ぐらい出したり、だいたい1000人ぐらいここ毎日3日間、はい、座り込んだんですよ。はあはあ、でね、10時から一応3時まで10時から3時、はい、座り込みをね、はい、でそこからまあ福島から逃げてる人のところへ交流に行ったり、避難してる人のところへ交流に行ったりいろいろして、それでまあここに残って明日の準備したりする。でそういう活動が3日間あって、はい、で30日からか、はい、30日から11月5日までが全国の女たちってなんか引き継ぐ形で、福島からもね毎日10人ぐらいは来てました。あ、そうなんですか。で、そのまま、もちろんね、福島の女性が100人近く来るっていうインパクトで800人、700人集まったんだけど、はい、全国からの女たちの時はね、350ぐらいでしたね。毎日、それでも1週間。30日から5日まで。それでもすごいですね。すごいですね。ほんで、一応それ、そこまでが、まあ、終わって、はい、それで、そのまあ一応みんな一回来たことある人に11月11日にね、はい、11日メモリアルデーにもう一回ここ包囲しようとで、つい4日ぐらい前かもうね、に雨の中これも1300ぐらいは来たですね。あでテントを訪ねた人に11月11日はねもう一回産経省、経産省ね包囲するよと、はい、大体の人聞きましたね。ああそうですか。だから1回でも顔出したり10分でも1時間でも座り込んだ人がね、はい、だから延べにしたらね、はい、1000人以上になってたんですよね2ヶ月。ああそうですか。だからねでまあそれで一応大弾みがついたんですね。ああ、ただ6日5日までの全国の女たちの座り込み以降ね、はいはい、まあ女性たちの何百人もおるときは来なかったんですけど、はい、まあ一段右翼の一団体はそれまでも嫌がらせは来てたんですよ、週2回ぐらいに。ああそうなんですか。6日から右翼がもう6日はね、ええ、とにかく朝3時半に、ええ、7人でこう、ね、その時もまあ6、7人こっちは寝てたんですよ。11月の6日ですね。はい、それであとはね1日おきぐらいに、はい、まあ右翼行ってもいろんな団体あるでしょ。今日はいつもは群馬のやつなんだけどさ。ああそうなんですか。一昨日来たのは神奈川のね右翼で30人ぐらい来て、あそういう昨日はね、はい、大宮の右翼が10人ぐらい来て、そういうなんか支部というか、うん、それ支部なのか右翼同士でねあそこが行くなら俺らも行ったらいっちゃうもんでやるのかね。だもう2段階ぐらい上からは金は出とるね、あれは。あそうなんですか。間違いなく昨日ですよね、そうそう夜ですか。夜嫌がらせ8時に来て10時、8時半から10時半まで、来たと、うん、それは大宮の右翼です。それは大宮、はい、あなんか警察官と一緒に、まあ警察はまあ右翼が動いたら一応僕らと右翼の間に入るからね、うんうん、だから連動ということはないんだけど、はい、最初の6日の朝来たのはね、はい、警察は動きは知ってたね。もちろん。あそうですか、うん、知ってたから最初30分ぐらい来なかったから、あちょっとやらしてみるみたいなね。あそうなんですか、うん、でまあどっちも行かんから、途中からまあね、まあやめとけみたいな感じだな、まあ間に入るっていう感じになったんですよ。あそうですか、ね、あとはやっぱりそれ以降は負け右翼の動きを警察もチェックしてる。だいたい同時ぐらいに来ます。あそうですか。だから車が動いてると、ぼちぼちこの辺に着くなと思うと本庁と丸の内署から部隊を動員してね、2、30人、うん、その昨日12日、11月12日のですね、はい、ちょっとその一連 の, 出来事を詳しく言うとね、朝11時にね、はい、経産省がこの今まで鎖11日やったからね、今度人間の鎖じゃなくて本間のもんの鎖でね、車寄せの車が入ってこれんよね、あの棒があるでしょあそこ、
はい、あの金属の、あれいつも埋めてあるじゃないですか、下にね、うん、はい、それを引き出してで鎖をかけて、そこに国有地立ち入り禁止っていうあのプラカードをつけてたんですよ、はい、でまあそれは小1時間で仕事が終わって、はい、でこれを貼っていったのが11日の朝ですか、午前中です、午前中11時、はい、したらまあ夜ね、はい、それとはまあ連動はしてないけども、大宮の右翼がね、あれ3台より多かった、3台かな、まあ、とにかく 人間としては10人ぐらいですよ、あ、して、はい、でここは国民的なんとかだったら入れろ言って、はい、まあ配布用じゃなくて内部配布用で置いてあんまり入れたくなかったんだけど、まあ、一応論議するならと、入れろというのはテントの中に入れろということですね、うん、でここは、ね、誰が入ってもいいんだろうという、ええ、はいはい、ただここは原発を論議するなら誰でも入れるけども、はい、テント破壊するに来るやつは入れないよと今後はね、はい、うん、ごめんなさい、何人ぐらい来たんでしたっけ、10人来てね、中入ったら4人、10人来て4人、はい、で私服が2人と、私服警官、警官、あーはー、でまあ僕らは4人ぐらいで、あとはここピケット貼りましたからね、10何人、あーはー、他のやつが来られんように、はい、で中でもう罵詈雑言、はい、もう汚い言葉でね、はい、もう耐えないような人がわー言って、あー、そうですか、まあ一応じゃあ冷静にね、経産省が原発再稼働ないしは原発政策をやめるといえば僕らいつでも撤収しますと、あ、はい、いうことで、やめない以上は国民としてね、はい、大多数が反対してるし、経産省に申し入れ行ったって原発政策変更なんて一度も答えがないわけだ、はい、あるまでね、はい、国民の力を結集するためにここをやりますよと、はい、いうことで、まあ途中からもちろん最初からだけど平行線だからもうお引き取りねない言うたんだけど、まあ、ここも入った以上はさ、はい、まあ粘らな損だみたいな、はい、でまあ一応2時間で撤収する、あ、そうですか、ラチャー、もう向こうので今日の10時に片付けに来るぞとか言って捨ててるふうはしてたんですけど、もちろん来てないです、あ、そうですか、うん、向こうの要求はやはりあの撤収ですか、そうするともう話は2時間平行線で、もちろん平行、だから今後はまあ基本的にはね、女性が1人しかいないとか2人しかいないとかボンと入られちゃったらしゃあないけども、はい、来たら必ずもう入れずにそこで外でね、はい、テントを破壊するのかテントを守るのかという論争でね、はい、原発の論争しないんだから、あ、うん、だから原発は僕も反対、こうしたのは怖いけどもっていう右翼もおるんけどね、だからそれは別、だけどそれは論は原発論じゃないから、はい、うん、だからまあテントを壊すか維持するかという論争なんだからね、なんでテントの中でするんだということで今後は一応やりたいと思ってます、あ、そうですか、はい、その昨日の出来事で、いろんな情報でよく目についたのがそのちょっと警察の、が頼んで、そんなことはない、あ、そこのつながりはないですか、うん、まあ、確証はないでよ、どっちもつるんでたのかつるんでないのかね、だけどつるんでるという事実とか、現場での様子はそんなことはないです、別個です、はい、あ、そうですか、ね、ただ料亭でもっと上の方のね、はい、ヤクザの、まあ、右翼の親分と、はい、どっかの政治家と、はい、あれうるせえからちょっとお前のところで何とかしろみたいな話は、はい、上の方でしてるかもしれない、現場の警察官と、はい、現場の右翼がつるんでやるいうことは、ああ、そうですか、ただ右翼の様子を見てるから、さっきも一人私服刑事が来てね、ええ、1台動いてるからっていうことは言う、まあ彼らは情報入ってるからさっと来るわな、舞台20人ぐらいで、1台入ってるというのは、いや、この辺は官庁街をね、右翼が、まあ、さっき言ったけども別にここ行くから、ね、右翼の車がですか、そうそうそう、それは外線車いつでもやってるからね、文科省やら防衛省に、ええ、いや違う、外務省にな、はい、例えば韓国の要人なんか来たらさ、はい、バーッと騒ぐじゃん、はい、そういうことと一緒で、昨日この間は TPP のデモがいっぱい出てたから、ね、TPP は反対の、うん、なるほど、分かりました、そんな感じですわ、ああ、そうですか、はい、はい、今あの女性もいらっしゃると、はい、女性も座り込んでるでしょ、はい、女性も泊まる人も何人かいます、あ、そうですか、これはあんまりね数を言うと、ね、
それは。あら、どうもどうも、ご無沙汰してますよ、本当に。いやいや、お疲れさん。中西、そうですか、はい、何か泊まるというこれはもう要求が通るまで、はい、やられるということですね。だから全部泊まるのが一応今の予定で言えば4月ですわ、来年。54機のうち今11機しか動いてないわけですよ。あと定期現金でそのままですわ、はい、ね、あの今までのテストではダメだと、はい、地域も含めてね、はい、ということで1年に1回は、昔は12ヶ月に1回は休ませなあかんかった、休ますっていうか定期検査ね、はい、それを電力会社はインチキで13ヶ月に1ヶ月にしたんですよ。12ヶ月動かして1ヶ月定期検査するという、こすくな5、6年前からしたみたいです。あ、はい、だから今他のはもう1回と定期検査に止めたら再稼働できなくなってるわけです。なるほど。地域とか国民との関係で、はい、だから再稼働、当面の目的としては再稼働を阻止する。なるほど。で、玄関4号はね、トラブルで止まっちゃったのに1ヶ月かかってまた動かしたんですよ。あれどうせ11月26日に止めなあかんねんけども、それは12月にずれ込みたいなこと言ってます。それで渕上さん、はい、今日の九州のね集会、1万人集会が1万5000人集まって、やっぱりね、あの限界で、うん、石丸さんらは九州のってどこで、博多でやってんの、博多みたい、挑発して、いいいい、もう、こういうやってたっていうのは、まあ とにかくね、原発に反対してる人はね、はい、特に全国、もちろん関東圏、東京、はい、とにかく、まあ、見に来るよりも5分でも、はい、でも自分のそういう反対の意思がある人、はい、駆けつけて、はい、あのテント広場の前に来て、はい、もちろんパフォーマンスやっていただければね、ギターでもいいですし、あの太鼓でもいいんですけど、あのやっていただければいいですけども、とにかく参加して、はい、広めて、はい、で自分のツイッターですか、ツイッターにどんどん出してほしい。あ、そうですか。僕らパソコンが苦手なんで。あ、じゃあの、まあ、こうやって動画を撮りに来たりとか、はい、それもどんどんやってほしい、広めてほしいと、はい、そういうことで、ね、よろしくお願いします。はい、わかりました。どうもありがとうございます。はいはい。